はい、こんばんは、えー、Zoom を利用した生中継公開講座足もみが変える体のマネジメント水曜日の夜から木曜日にかけて視聴者参加型の生放送でお届けします五、えー、行説では水が木を育てると言われていますこの番組が 水曜日のあなたに快適な明日木曜日を作るきっかけになればと願っています番組は前半に弱石リフレクソロジストである私平田幸香が足もみを通じて感じたこと気づいたこと活動報告をお伝えしたいと思いますそして後半は足もみの実技を テーマを決めて質問を受けながら実習していきたいと思います。はい、まず、えー、私の、えー、自己紹介少しだけさせてください。えー、私は、えー、台湾に本部があります。弱脊のリフレクソロジストです、えー。リフレクソロジーを教えるスクールもしております。えっ、ー、とうとですね、人のあの週末期 えー、最後の時を、えー、過ごす日本の市の臨床研究会の会員でもありましてホスピス、えー、緩和ケアなどの、えー、病院でも足もみをしております、えー、またうーんとアートセラピーといいまして芸術療法、えー、絵を描くみたいなね表現療法を使った、えー、心を整理していくような えー、そういうセラピストもしております。えっ、ー、とですね、ここでえっ、ー、と足を揉むということは、小さなお子さんからもうお年寄りまでどんな方でも足を揉むとすごく楽になっていくんですね。で、えー、一つ映像を見ていただこうかなと思います。えー、これは、えー、静岡にあります重症心身者の施設で。 あの足揉みのあの活動をしてるしていたんですけど、その時の映像です。えー、っと学校を卒業された方たちが、あの日常の生活介助のためにあのこういうところに通っていらっしゃるんですね。でここでも、えー、寝た状態でも足を揉むそんなあの時間を日常の中に。 入れています。声がけをして、足に触れていきます。やはり、あの、なかなか歩けないお子さんたち。いっぱいいらっしゃるんですけど。でも、足に刺激を、適切な刺激を与えることで。すごく体が動いていくんですね。足もみっていうと。すごく。もう。罰ゲームのような。 痛いものを皆さん想像するかと思うんですけど、あのすっごくソフトにさ足に触っていきます。こうあのどんなスタイルの時でもいいんですね。座っている時でもいいし、あと横になって寝ている時でも足っていうのは。 触れる、触れるものなんですね。こんなふうに日常の中に、足に触れるということ。を入れていってます。指はね、特に、あの優しく、ゆっくり触れていっています。 本当に触ってるだけですよね。ぴょんぴょんぴょんと触れているというものをしています。足に触れていくとね、 まず内臓がこう活発に動き始めますですからねこうお腹がくるくるとなったりおならがぷーっと出たりいろいろな変化が起きていくんですねすごくね気持ちよくて。 あの皆さん足を自分から出してくれるようになっていくんですね。はい、これはあの重症心身者の施設でしたけれども私たち日常でも本当に生活の中にね足をに触れるっていうことは入れていっていただきたいなと思うんですね。リフレクソロジーってあの足に触れる一体いい だろううなととは皆さんん思思ってるかと思うんですけど一体ねどれくらい前からあのリフレクソロジーってあったんでしょうかじゃあこちらを見ていただこうかなはいこれはリフレクソロジーを説明するときによく使う絵ですこれは約4000年前エジプトの壁画なんですねアンクマホールというお医者さんの,あのお墓に 描かれた壁画ですよーく見ていくとあの手を揉んだり足を揉んだりしてるんですね。であの象形文字が書かれてましてでこれを解読すると「あんまり強く揉まないでくださいね」とで「揉んだ後はすっきりしますよ」っていうようなね会話が描かれてるそうなんです。これは 私もサロンであのよくお客さんとね会話をするときに全く同じ会話をするんですね。こんなに前からあのこういう会話ってしていたんだなぁと思ってしまいます。<laughs> はい次えっ、ー、とねこちらは、えー、約2000年前です。これは中国の医学書に、えー、しっかりと 足に圧を入れていくとあの健康になっていくそんなふうに、ね、あのしっかり書かれているそうです。特に指足といっても指をに触れるとあのよく揉むと健康になりますということが医学書に書かれていたそうです。はははい、い、次です、はい、これはあの、WHO、世界保健 期間でえっ、ー、とすごくとても簡単にできる。あの健康法としてあの着席が取り上げられました。その時に私が取材を受けまして、そしてあの私にですね。これがね。あの、やっぱりどんな方でももうすごくあの簡単にできる健康法予防法、健康予防法としてあの広がってきています。 はい、じゃあ、足を揉むといいと言いますけど、じゃあ、一体どこをどんなふうに揉んだらいいんでしょうか。っていうことですね。この絵はすごく私簡単だなと思うんですけど、足にこんなふうに人の体が。全部すっぽりと入ってしまう。で、これを。うん、パッと覚えてしまえば、だいたい。症状で、例えば。 頭が痛いな頭が頭痛がなって言った時この親指足の親指をしっかりと揉むといいんですねそしてえー、っとね肩が凝った肩が凝って大変なんだなあっていう時には指の付け根ここここをよく揉んでくださいそうするとこの肩に 反応がありますそして、えー、お腹内臓ですねちょうどこの土踏まずのところになりますここですねここをよくく揉んでくださいそうするとすごくあのお腹が動き出して整っていくということになりますそして、えー、お尻ここねかかとは お尻周りになりますこのお腹もここの下の方ですねからお尻周り子宮とか大切な部分ですよねそこはこのかかとをよく揉んでくださいそしてこの外側、はい、この外側はもう絵の通りこの肩から肘、膝、 ね、ここがすべて反応していきますそして内側足のこの内側ですねこの内側はこの背骨になっていきます背中の方ですねうんこれすごく覚えてしまうとすごい簡単かと思いますはい次えー、と足の裏裏だけと思いがちですけど 実は、この甲の部分、前のね、甲の部分もすごく大事なんです。この絵で見ると、この、あれですよね、前の胸とか肺とか、ここら辺、ね、ここら辺は、この甲に、甲をよーく揉むとすごく楽です。はい。はい、次お願いします。 そうなんです。この足の裏には内臓と対応する、うん、そうですねテレビのリモコンだと思ってください足の裏にあるリモコン反射区と私たちは呼んでるんですけどそこをに圧を入れることによってその対応する臓器が動き出すねそんなふうに考えてくださいそうすると楽かなはい。 はい、次お願いしますはいじゃあ今日は実技としていや何がいいかなと思ってたんですけど、うん、皆さんズームということでいっぱい目を使ってらっしゃる方がいるかな画面をよーく見てらっしゃる方がいっぱいいるかなと思いまして目の疲れを取っていきたいなと思います。目の反射区を今日は、えー、覚えて そして、えー、簡単にね毎日揉んでみてください。はいじゃあまず目の反射区はえー、っと指のこの2本第2第3になります。ちょっとね私もあのやって見て皆さんと一緒にやれたらいいなと思います。まず右足 こんな風にね、あの、乗っけて、すると、楽に触れるかなと思いますね。で、触るときは、えー、皮膚と皮膚、すごくね、こう、触れ合うのがね、あの、擦れるんです。なので、必ず、こう滑、滑るように、クリームを塗っていただきたいんですね。で、えっ、ー、と、私が、 えー、いつも使っているクリームでちょっとつけながらやっていきたいなと思いますこれはね足専用のクリームです私がいつも使っている着席の、えー、クリームですこれを少し取ってそしてこの第2と第3の指これの指の付け根が一応ね 目の反射区になりますだけどこのパソコンとか使ってる方この指の上の方からずーっとこういうふうに下に下ろすような感じで触ってほしいんですね。でその時この指のこの方向それからこの指と指の間 全部4方向甲の方もですねこっち側も全部上から下に向かって下ろしていきましょうこんな感じですクリームがない方は例えばお風呂の中であのボディーソープを使ってでつるっと滑るような状態で上から下に ぐーっと下ろしてきます。で、第2とこっち、第3の指も上からこう、こうです。こんなふうに下ろしていくんですね。はい。こうです。こういうふうに 目を刺激していくとちょっと疲れ目それがちょっと楽になってそしてまた明日、頑張れると思いますね。でこういうふうに滑らせることができない時例えばあのオフィスとかねちょっとの間でも指をこうもみたいなと思う時ありますね。でその時には例えばタイツを履いてるとか靴下履いている。 状態で脱げないっていう時もありますよね。お家の時にはこういう風にゆっくりねできるかもしれないけどでもし靴下とか履いてる場合は、まあ、指に圧を加えましょうぎゅーっと挟む感じでこんな風にぎゅーっとして滑らさなくてあの圧をぎゅーっと加えていくこれだけでも すごくすっきりします挟んでいくとすごく楽かもしれないと、ね、で、指の付け根までしっかりと二本ですよ第三の指もやります意外とね指をこんな風にしっかりと 一本一本揉むっていうことがないと思うんですですごく気持ちいいですよ指と指ってぎゅーっとくっついてる状態あの靴を履いているとピターっとくっついてますよねでこれを一本一本剥がして離してですねぎゅーっと マッサージしていきます。これはとても簡単にあの何度も何度もお家でできるかと思います。ぜひやってくださいね。そうすると今えっ、ー、と右のあの指2本やりましたね。で右の指えっ、ー、とねこっちの左目に 反応すると思います。これでスッキリすると思います。はい。今日はねえっ、ー、と。本当に目の反射区1箇所だけ、皆さんに覚えていただければなと思います。本当64箇所もあるんですよ <laughs> ねえ。でも1つだけでもあの指を。あのやるだけでも。 違うのがよくわかるかと思います <laughs> すみません、質問できますかあはい、はい、えっ、ー、と、はい、どうぞあのちょっと自己紹介していただけますかえっと、映像の関係の仕事としですけれども、はいはい、はい、ありがとうございますはい結構頭痛がやっぱり 肩こりみたいなのって、はい、足を揉んでも効くもんなんでしょうかはい。先ほど、あの、絵をね、見せたと思うんです。えっ、ー、とね、頭痛の時にはですね、このえ親指、この親指を先ほどね、えっ、ー、と目の反射区でやったと思うんですけど 指を1本ずつってね。これと同じ要領で、この親指全体をしっかりと揉んでいくそうするとね。あの意外と頭痛がすーっと楽になったりもします。あの、もう速攻であの頭痛がね。消えたっていう。 お客さんもたくさんいらっしゃいますので、同じ要領でこの親指を。あのよく揉んでみてください。はい。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こんなふうに、あの一つ一つ。体のね、マネージメントができたらいいなと思ってます。 今夜はこれで終わりにしようと思います。はい、おやすみなさい。